ナハフ1 1一国鉄重軽客車は、日本国有鉄道が1955年に開発、試作し、その後量産した軽量構造の客車である。おはね12の床下部分。台枠は側張りのみで、中量がなく、床強度は縦方向のキーストンプレートと横両とでになった軽量構造重軽客車は、 1950年代に軽量化設計で世界をリードしていたスイス連邦鉄道の軽量客車の影響を強く受けて設計、開発された。規制概念を脱却した革新的な設計の導入により従来の鉄道車両に比べて格段の軽量化を実現し輸送力増強や車両性能の向上に著しい効果を上げた。また外装面でも 大型の窓を備えるなど、スイス流の軽快かつ明朗なスタイルが導入され、国鉄車両のデザインに新風を吹き込んだ。電車、機動車を含む、その後の国鉄車両のほとんどは、この重軽客車を基本にした軽量構造を採用しており、後続の旅客車両設計に大きな影響を与えた形式と言える。その一方で、車体や台車こそ近代的になったとはいえ、 自動空気ブレーキや、車軸駆動式の発電装置、波形自動連結器、蒸気暖房など、旧来のものを踏襲した部分も多く、車両運用上も一両単位で、在来多形式との根血を前提としていた。一部車両には、有給化していた車両を改造したものも存在する。食堂車である押し17型は、占領軍からの返還や、特急の電車化で余剰となった展望車など、 三軸ボギー台車を履いた旧型有頭客車の台枠流用による改造車として製造された。また、新台利用者の増加に応えるため、スハ32系二重屋根車など古い二等車や三等車の台枠と台車を流用したおはね17型が多数製造され、高度経済成長期の輸送力確保に大きな成果を上げている。従来の鉄道車両の構造では、 土台となる、大枠に強度の相当部分を負担させたのに対し、重軽では、大枠中央部全長を貫通していた中量を省略し、大枠側張り、構え体、屋根、側板、つま板、そして波型後半の床を組んだ、車体全体で衝撃を分散負担する、セミモノコック構造を採用した。モノコック構造は、元来、 重量制限の特に厳しい航空機のために考案されたものであり、戦後の航空技術開発禁止に伴う技術者の遺跡により、その理論及び設計ノウハウが鉄道車両開発にも移転され、日本の鉄道車両でも実現可能となったものである。梁や柱は重い蛍光の加工品から薄い鋼板のプレス一体成型品に置き換えられて、 軽量化と工数の低減が図られ、また溶接の最適化や歪み除去技術の進歩等によって、ガワイトーツの削減が実現するなど、車体の大幅な軽量化が可能となった。車体抗体に次ぐ重量部品である台車についても、第二次世界大戦後盛んになった高速電車用台車の研究開発成果を受けて、重い傾向や一体中高に変えて、 プレスした後半部材を溶接して組み立てることで重量の大幅な軽減を実現した軽量構造の軸バネ式台車が採用されただが当時は中長距離輸送のほとんどを国鉄が担っていたため乗客の激しい混雑が当たり前であったこともあり三島座席車は乗車率200%での使用も考慮され枕バネは軽い車重に不釣り合いな硬いものとされた すし詰めの可能性がある以上、混雑度の低い欧州の鉄道車両のような柔らかいバネを採用することができなかったのである。逆にダンパーは、うどまりや耐久性ばかりが重視され、減衰力は完全に不足していた。これにより、従来、形客車では見られない、短周期の上下動が常時発生する結果となった。 高速走行性能については、時速1 2 0キロメートルでの速度試験にも耐えたものの、量産時には高速性能よりも混雑時での使用に主眼を置いたため、試作車よりもバネ定数が上げられ、より硬いセッティングとされたことで、問題をさらに悪化させている。その他にも、従来は、放勤や中高が当たり前であった、内装金具の軽金属部品への置き換えや、アルミサッシの採用、 それに、プラスチック等の合成樹脂材料の多様などによって、新素材を活用した総合的な軽量化が施されている。この結果、内装から木材をほとんど排した全金属車体となった。寝台車、特別に当社、食堂車では、板材をプレスした柱を用いて、途中で曲げ、車体幅を2.9メートルに広げて、裾を2.8メートルに絞った。 車両限界いっぱいの車体断面を導入して、居住性を改善した。この方式も、以後多くの車両に採用された。車体上部の雨戸井付近の最大幅は2.95メートルである。これ以外の車種では、側が前の裾絞りはなく、車体幅2.8メートル、車体最大幅2.86メートルとなっている。また車のうち、休憩車の大用のは、 車体長19.5メートルであるが、申請者は車体長20メートルを国鉄で初めて採用し、後の特急系電車などに受け継がれた。スハ43系に引き続き完全切り妻形車体であるが、ウィンドウシル、ヘッダーはなくなっている。また寝台車通路側には加工窓を採用した。三等座席車の便。 洗面所は、出入台より、外の車端に設けられ、客室から離すことで周期を防止した。本系列は、当初は、オロネ重以外比例棒であり、その後の冷房化により次長が増して、重量記号が変更されたこと、また信頼者の多くは、緩急車に改造されたことで、多くの形式が一括して改造、改め形式されている。その一覧は、表の通り、 祭人の形式は、改造により形式消滅した。詳細は、各形式の項目を参照されたい。本系列に属する車両として、以下の形式がある。那覇不十二十八、那覇1十一、二千五、羽ネフ十二、二千六十四、須羽根十六、二千百三十九、愚ね十二千五十一、愚ね不十二千一、愚羽根十五百四、推し十七、二千五十五、 星172055食堂室内お湯10004、お湯11000番台お湯141お湯14204、水152001水152004郵便車は、1986年に鉄道郵便輸送が廃止されたため、すべて現役を退いている。お湯14水15水16系の後期製造車は、実働5年に満たない車両も存在した。 重軽客車は1955年から1965年まで製造され、座席車、寝台車をはじめとして多数の派生形式が生まれた。ただし、動力近代化計画によって中高客車列車を将来廃止する方針を表明したため、座席車の製造は1959年で中止されて、量数も300両止まりとなった。一方、 戦前以来の復活となった三等寝台車は、利用者から大いに歓迎され、引き続き大量に増備された。初期には、二等座席車と食堂車が特急、つばめ、鳩に導入されたほか、新設の、カモメには2.3等座席車が、初0りには二等座席車と食堂車がそれぞれ導入された。その後も、急行列車を中心とする優等列車に多数導入され、 機動車導入が最優先とされ申請配置が実施されなかった四国を除く全国の主要路線で幅広く導入された。特に新越本線には牽引定数が換算36両と非常に厳しい制約のあるアプト式区間での輸送力増強を目的に重点配備され在来車3両分の牽引定数で4両。 連結できる軽量設計の強みを最大限に発揮し、動線の輸送力強化に大きく貢献した。しかし、極度に軽量をかにてしすぎたために、短所も生じた。軽量車体に見合わない、セッティングの台車バネによる振動、同様の大きさはその最たるものである。また断熱、保温が構え体内に吹き付けられたアスベストのみに依存し、窓も大型であるため、 内装に木材を多用し窓も小さい、従来型客車と比較して保温性が悪かった。さらに1970年代以降、薄い鋼板を採用したことによる外板の状態の劣化や、寝台車における一段加工窓が裏目に出て、車体下部の腐食が急速に進行、製造から10年余りで老朽化が目立つようになった。国鉄の老子紛争により、保守環境が悪化したことも、 状態の悪化に拍車をかけた。1971年10月、山陽本線を走行していた急行、雲仙の座席指定車として使用されていた那覇重慶の洗面台から出火し、火元の車両を含む3両が消失する事故が発生した。この時は屋外での火災だったが、逃げ遅れた乗客1名が煙に巻かれて窒息死した。しかし、 この時点では車両に対しての火災対策は、洗面所くずもの入れの金属化など軽微なものにとどまった。1972年11月、北陸トンネル火災事故が発生し、死者30名への大惨事となった。当初、出火原因が重軽食堂車押し17型の石炭レンジにあったとされたため、事故後、当時急行列車用として残存していた押し17。 ガタは直ちに営業運転から外されたが、検視の結果、全員の死因が一酸化炭素中毒による中毒死であることが判明し、前年の事故とともに、可燃性かつ有毒ガス発生の危険がある合成樹脂剤を重計客車の内装剤に多用していることによる防災面での不備が問題視された。国鉄では仮価値実験線での走行試験を含め、実車を使用した。 火災試験を数度にわたり実施し、現状の内装では火災が広がる可能性が高いこと、また火災対策を実施した車両の防火性の高さが確認されたため、合成樹脂材からアルミ化粧板への取り替えなどの何年か工事が実施されたものの、急行列車の特急格上げ及び電車、軌動車化、さらには新幹線の延伸による 急行列車自体の廃止などによって素ハ四43、軽客車に余剰が発生したことから、老朽車については、未試行のまま廃車された。おはね不フ1二2 0 3 3座席車については、冷房装置付きの12系や14系座席車の、急行列車への使用が進んだ1970年代中盤には、急行列車運用から撤退し、 オロ11型など、西日本地区の電気暖房のない車両を中心に、廃車が進められた。残された車両は、もっぱら普通列車を中心に使用されたが、客車の根本的近代化を図った50軽客車に追われる形となり、転用も、ままならず各地の駅構内や車両基地に、長期間留置されることとなった。一方、新台車については、1975年3月の、 山陽新幹線全通によるダイヤ改正での急行列車の廃止や特急への格上げにより電気暖房がなく転属の困難な西日本地区所属車から廃車が開始された。さらに翌1976年からは格下げされた二重計客車によって置き換えられたが電気暖房の必要な列車については適当な代替車もないことから結局東北新幹線 上越新幹線の大宮暫定開業に伴う1982年11月15日、国鉄ダイヤ改正まで、急行列車に使用され、普通列車の寝台車として使用された車両も、山陰本線夜行、山陰運用を最後に1985年3月14日、国鉄ダイヤ改正で完全に運用を退いた。前身となる60系や、スハ43系等の旧型客車が、 JR に若干数が承継され、イベント用として、現役で走行している。一方、本系列の JR への承継は2両に止まり、私鉄への譲渡も行われなかった。その後は、那覇府11系2両のみ事業用車代用として、東日本旅客鉄道のオ客客区に車席を残していたが、これらも1995年11月1日をもって除席され、 日本の営業路線上から完全に姿を消した。オロネ1027軽量3等座席車を使用した大国鉄の旅客列車大国鉄では1940年代の終わりより日本の鉄道車両メーカーより多数の客車を輸入していた。これらは日本国鉄の43系客車などを基礎としつつ大国鉄独自の建築限界に適応した設計となっているが 1960年代中頃から輸入された車両については基礎となる車両が軽量化技術を取り入れた日本国鉄の軽量客車に変更されている。1970年代からはタイの輸入代替工業化の進展を図る観点により同国内において車体の製造及び組み立てを行うことが決定。日本からの代車、大枠の提供により 1984年頃まで、大国鉄自社の真っ赤山鉄道工場にて、多数の同型車が増備された。二等寝台車、三等座席車、荷物車他複数の種類があり、これらの車両の主な特徴は次の通り。これらの車両のうち初期に導入されたものの中には、JR 西日本から余剰となった12系、14系、 2 4系などの冷房付き車両が中古で導入されることにより置き換えられ運用から離脱したものも存在する。日立製作所は1960年にエジプト国への鉄道車両メーカーセマフ社と鉄道車両製造に関する技術協力協定を締結。その協定によりエジプト国鉄向けの客車をエジプト国内にて製造する計画が立てられ、その際に 日本の国鉄軽量客車の技術を使用することとなった。計画にあたっては、まず最初にサンプルカーとして、日立製作所が一両を輸出し、その車両をもとに、セマフ社が同様の車両を大量に増備するという方式が採用され、1962年の秋に日立製作所にてサンプルカー一両が落成。いかにこの車両の特徴を述べる。 この計画は成功し、予定通りこの車両はエジプト国鉄の標準型客車となった。技術提供を受けたセマフ社は2000年代までの長きにわたりこの客車を作り続けたため、途中で数回、細かな部分の変更が行われた。以下に主なそれを述べる。これらの車両は、現在もエジプト国鉄の普通列車などの主力として、活躍しているが、初期に導入された、 日立製作所の設計を色濃く残す車両の多くは、老朽化のため引退している。ありがとうございます。